ベストセラーズチャンネル、今回は浅井亮さんにお話を伺っています。パーソナリティは平間雅彦です。こんにちは、平間雅彦です。今回は集英社より出版されています霧島部活やめるってよの著者、浅井亮さんにお越しいただきました。浅井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、浅井さんは、平成生まれの現役の大学生ということで、はいはい、そして、見事ですね、第22回の小説スバル、新人賞を受賞されたということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今回ですね、お会いできることを楽しみにしていました。 ありがとうございます、はい、いろいろですね、今日聞きたいと思うんですけど、はい、最初ですね、浅井さんのなんか今、学生さんとしての活動とかですね、はい、最近一生懸命頑張っていることなど少しお聞きしたいと思うんですけど、はい、今現在早稲田大学の、はい、文化構想学部に通われていらっしゃるということで、はい、こちらではどんな勉強をされる学部なんですか？そうですね、その質問すごいよく最近されるんですけど、はい、すごいいつも困っているんですけど、新しい学部で僕がまだ2期生なんですよね、はい、文化構想学部の、はい、だからなんていうか、なんかこんなところで言うのはあれかもしれないんですけど、あんまり、はい、分かってないですね、僕自身も、はいはい、その学部がこう何を学生にさせたいのかっていうのはすごい不思議っていうか、何でもさせてくれるところなので、はいはい、逆に自分で本当見つけて勉強していかないとまずいっていうか、あまりじゃ決まりがない。もちろん教科書とかはあるんですか？もちろんあるんですけど、すっごい本当幅広い授業がたくさんあって、そこから自分で選ぶ感じなので、そうですね、でも僕はそれがすごい自分に合ってるっていうか。あ、そうなんですか。小説を書く授業とかもあったりするので。あ、そうですか。そういうのが好きな人からしたらすごい伸びていけるっていうか、ありがたいところだと思います。あ、そうですね、はい、ということで、じゃあ今学生生活は、はい、まあ、充実されていらっしゃると。はい、そうですね、はい、プロフィールのところにありましたけど、はい、ストリートダンスサークルに入られていらっしゃるんですか？はい、そうですね、はい、1年生の時から入ってます。そういったストリートダンスってもうずっとやられてたんですか？いや、高校の時に深夜の番組でダンス番組があったんですけど、それを友達と見て、何あれみたいな、岐阜にあんなのなくないみたいな感じになってで、東京の大学に行けばああいうことがあるんだみたいなぐらいの感覚ですごい憧れていて、でせっかく東京に出てこれたし、大学にも入れたしっていうことで、ダンスサークルに見に行って、すごいかっこよかったんで、そのまま入りましたね。あ、岐阜の出身、ね、あ、そうなんですね、はい、いきなり岐阜とか言いましたね、はい、あ、そうですか、はい、今回ですね、浅井さんにお会いする中で、こちらの小説ですね、はい、こんな小説を、はい、今、年齢すると20歳になるんですか？5月に21になりました。21歳、はいはい、のですね、浅井さんが書かれたと、はい、で、まだね、今21歳ですけども、はい、例えば小学校とか中学校の時に、はい、どんなお子さんだったのかなって私すごく聞きたくなったんですよ。あ、そうですね、なんかこういった小説を書くとか、はい、なんか自分で考えるとか、はい、そういうのはもうずっとなんかされてきたんですか？わ、確か小学生の時にすっごい読書感想文の課題が僕すごく苦手で書けなかったんですよね、はい、全然書けなかったんですよ。でお姉ちゃんがめちゃめちゃそういうの書くのが上手くて、でどうやったらそうやってできるようになるんだろうと思ったら、日記を毎日つけると文章力が上がるよっていうのを小4ぐらいの時に言われまして、はいはい、でそこから毎日ずっと日記をつけてると文章を書くのがどんどん好きになってきて、で創作にも手をつけ始めたっていうか、本格的な、はい、そうですね、日記がなんかきっかけになったんですかね？そうですね、もともと話を考えるのはもともと好きだったんですけど、はい、ちゃんとした文章を書きたいって思ったのは日記を書き始めてからですね、はい、その日記を書いていって、はい、文章力とかですね、はい、まあ、いろいろ書くことが好きになっていった。そうですね、その中で、はい、なんかこの自分で創作って今おっしゃいましたけど、はい、なんか創作ってもう小さい時からそうやって書かれてたんですか、自分で？結構そうですね、ほう、結構本当最近大掃除したらその昔の自由帳みたいなのが出てきて、はい、でなんか絵本みたいなすごいのが出てきて、すごい家族がすっごい笑ってたんですけど、そういうのが出て、あれも多分小学校低学年ぐらいの時に書いてたやつだったと。あ、そうなんですか。そうですね、ちょっとそこのですね、その当時あと今現在ですね、はい、ちょっと浅井さんの頭の中、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、頭の中創作っていうのはなんか浮かんでくるんですか？どうなんでしょうね、いろんなタイプの方いらっしゃると思うんですけど、はい、僕の場合は、はい、
バーンって書きたい場面が浮かんできて、その場面を書くために周りにいろんな話をくっつけてくるっていうか、そういうタイプだと思います。自分ではバーンって浮かんでくるんです。バーンって浮かんでくるんです。それはなんか突然、それはどっかのタイミングでバーンとひらめく瞬間があるんですか？ありますね。あのいい本とかいい映画とかに触れた後によく来ますね。そうですね。そういった、まあ、感受性とか感性っていうのは強いんですかね。まあ、涙がもろいので強い方なのかなとは思うんですけど、そう、なんかいい映画とかいい本とか、なんか予告とか見て、はいはい、これ面白そうだな、いい映画だなと思っても、僕いい映画を見るとすごい後からへこんでしまうので、はい、あえて見ないようにしたりとか、ほう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 、締め切り前に、はい、前もあの宮部みゆきさんが新刊出されて、僕ずっと読まないようにしてたんですよ。あえて読んだら絶対へこむからと思って絶対もう打ちのめされてしまうのでへこあの読まないようにしてたんですけど、はい、その締め切り前に読んでしまって出て、なんか手つけなくなっちゃって、自分の原稿に、あ、すごい人いるなみたいなこんな風になれたらいいなと思って、とやる気も出るんですけど、すごいへこんじゃうタイプです。そうなんですか。あの勉強っていうのは好きだったんですか？はい、まあ、今でもね勉強されてますけど、なんか受験期は意外と苦ではなかった方だと思います多分。そんなにじゃあ、まあ、勉強一生懸命こうガリ勉のような、まあ、仕方をしたわけじゃなく、別にその、なんかなんていうか、すごいあの分かりやすく結果が出るのがすごい気持ちよかったので、あんまり嫌じゃなかったかもしれないですね。でそんな浅井さんが今回ですね、この小説を書かれたわけですけど、はいはい、これはまず出版のきっかけとしては、はい、あの応募されたんですか、ご自身から？あ、そうですね、はいはい、で応募されて、はい、そこで、まあ、見事に、ありがたいことに、はい、その時どうでしたか、あの自分のね作った作品が、まあ、受け入れられたという。そうですね、あのまず最終選考に残った時に電話をいただくんですけど、はい、もう残り3人の中にいますみたいな電話をいただくんですけど、はい、そこでやっとあの選考委員の方に読んでいただけるらしくて、で僕選考委員の方の名前を見た時にもうなんていうか本当恐れ多いっていうか、この方たちに自分のその文章が行き渡ってしまうことが怖くて仕方がなくたので、どっちかっていうとすごい喜びよりもすごい怖い方が大きかったですね。どんだけこうレベルが低いって思われちゃうんだろうみたいな怖さがすごいあったので、すごい怖かったです。怖さがあったんですね。私もっとねもう嬉しくて嬉しくてしょうがなかったかなと思ったんですけど、いや 2分、2分ぐらいは嬉しかったんですけど、それから全部ダメでしたね、怖くて。それからね実際にこの出版されて、はい、で今現在ねもう12万部、はい、ありがたいですね、これだけ受けられていますけども、何かその出版もねされて、あと新人賞も取られて、はい、なんか変化ってありましたか、あのご家族とか周りのお友達とか。やっぱりもちろん喜んで、みんなすごい喜んでくれたんですけど、はい、基本そんなにでも全然変わらずに接してくれるっていうのも変ですけど、はい、全然本当日常は毎日書くようになったっていうことぐらいですかね。あ、毎日書くようになった。そうですね、そうです、ね、あまり周りの人もその今までと同じように接してくれたという。そうですね、すごいお金をくれって言ってくるぐらいですね。お友達ですか？具体的に言ってきますね。iPod が欲しいんだけどみたいな。いやだから何みたいな感じになるんですけど。そうですよね。そういう時は別にあの買ってあげないんですね。もちろんそんな、もちろん買わないですね。そんなことしないですね。もちろん。冗談で、はい、なんかいいですね、そういうのも。あ、まあ、そうですね。そうやって、ね、あの言ってくれる分いいですよね。軽減しないでいてくれるっていうか。そうですよね。ご家族の方なんかどうですか？やっぱりなんかその僕の前でももちろんなんか良かったねとか言ってくれるんですけど、はい、そういう時よりこうたまに実家に帰った時とかに、こうなんか自分が載ったインタビューの、その雑誌のコピーとかがあったりするのをちらっと見ると、すごい喜んでるくれてるんだろうなって、なんか良かったなって思いましたね、撮れて。すごい自分のためにっていうよりその周りの人が喜んでくれるのを見て、撮れてよかったなってすごい思いました。それでは岐阜の、ね、皆さんもお喜びですよね。友達のお母さんとかがすごい喜んでくれますよね。あ、そうなんですか。なんか、はい、意外、それは意外だったんですけど。じゃあ地元では有名人ですか？
どうなんですかね。どう思ってるんですかね。そうですか。本当ね、このきっかけになったこの本ですけども、はい、私2回読ませていただきました。ありがとうございます。はい、で1回目と2回目、はい、全然違うんですね。残る感情とか印象というのが。で17歳の時をですね、はい、こう振り返ることができる、あとは思い出すことができる、はい、そんな私はですね本の中で、はい、本当1回目と2回目が全然終わった後の読後感っていうんですかね、はい、全然違う印象があったんです。 ありがとうございます。ですからこの本というのは、はい、まあ、後ほどまた本の内容触れていきますけど、はい、おそらくその読む人の今の状況によって、はい、なんか同じ本なんですけど全然こう出口とか感じ方が違うんじゃないかなって思ったんですよね。なんかそういう、ね、本だなと思いました。ありがとうございます、はい、でこちらの本ですけど、はい、これだけですね約200ページ以上約200ページぐらいですかね、はい、ありますけども、はい、この本ですね作る際、はい、まあ、小説書く際に苦労っていうのはあったんですか。はい、これを書いた時は、はい、とにかく時間がなかったんですよね。確か、うんうんうん、これが3月31日の締め切りで、はい、で4月7日ぐらいに、はい、そのダンスサークルの新入生のステージがあってでなんか僕その時もちろんその踊りもやらなきゃいけなかったんですけど、はい、MC をやらなきゃいけなくてその、なんかその準備もあって、はい、インフルエンザになったんですね、はい、で結構寝込んでた時間もあって、はい、で本当にもうギリギリで化身有効当日ぐらいにも送ったぐらいのギリギリで時間がとにかくなかったですね。あ、はい、その時間の前の構成とか、はいはい、この文章を作っていく、うん、このあたりではどうですか。は基本そこはこの時は特に純粋に楽しくやっていたので、はいはい、あんまそこの時点ではなんか本当文豪の方のように頭を抱えるみたいな感じじゃなくてすごい楽しく自分の書きたいものを書こうみたいな、はあ、投稿時だったので何も責任とかないですし、はいはい、そうなんですよね、うんうん、一番だから楽しく書けたかもしれないです、ね、このですね本、読んでみると、はい、すごく具体的で、はい、ああそうそうそうっていう部分いっぱいあるんですよ。 ありがとうございます。マックとか、あそうですよね、そうだよなって高校の時とか、はい、安い方がいいよなとか、そうです、100円でね本当いられますからねいつまでも、はい、そういうのってねやはりご自身の経験体験ですか。あもう思いっきりその結構具体的な固有名詞は、はい、僕の中から出てきたものばっかりだと思いますね。あそうですか、はい、あだから、うんうんうん、バレーボール部だったので、あそうなんですか、はい、まさに、はい、でピアノもやってたので、はい、そのあたりでそのブラウスバンドの話とかも自分の中から結構出てきた感じがありましたね。あ、はい、うん、こちらのですね霧島部活やめるってよ、はい、うん、こちらのタイトルもご自身で考えられた、はい、そうでしたね。これもひらめこきたんですか。これは一番初め本文の1行目だったんですよね、はい、本当は、はい、霧島部活やめるってよガチでっていう始まる話だったんですけど、はい、最後まで書き終わってじゃあタイトル決めなきゃってなった時に、はい、時間もなかったですし、うん、思いつかなかったんですよ全然。その主人公もいっぱいいるしなんかタイトルないなと思ってたんで、はい、そのワードでこうやって書いてたんですけど、はいはい、ピッて一行消してプッて、はい、その霧島部活やめるっていうタイトルにしてしまったっていう感じでしたね、うん、はい、そうなんですか、はい、これはすごい裏話ですねなかなかこれは聞けないですね。でもタイトルそうなんですよね、うん、なかなか、でも霧島っていうのをタイトルに入れたいなとは前から考えていたので、はい、あじゃあこれタイトルにすればいいかなみたいな。霧島って何なんですか。霧島何なんですか。そうですねうん、そうなんかやっぱタイトルに出てくるやつが、はいはい、実際にはずっと物語に出てこないっていうのは、うんうん、すごい面白いなって、不在なんだけど一番強い存在感が、高校ってそういうことすごいよくあったなと思って、全然自分の知らない友達が、うん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 、例えば誰かと喧嘩したっていうだけで、はい、僕の周りの人間関係までちょっと動くみたいな、そういう自分の知らない人の動きでずらってこう波が立つっていうのが、うん、学校っていう狭い世界ならではの現象だなっていうのはすごい思っていたので、それをあんまり書いた話って今まであんまなかったのかもしれないと思ったので、
それではですね、もう少しこの本の内容ですね、はい、深く聞いていきたいんですけども、はい、登場人物が、はい、いろんな方が登場してきます。その中で私読んでてですね、はい、この桐島くんバレーボール部のキャプテンだったんですかね、はい、そうですね。で、はい、辞めてしまったんですよね。辞めるかなっていう感じですね。辞めるかなですねそうですね。で、私はですね、最初読んでみて、はい、なぜ辞めたのかと、はい、うん、そのじゃこの桐島くんも出てきてですね、はい、俺はこうだったんだよって、なんかそういうストーリーになっていくのかなと思ったら、そうですね、思いますよね、普通このタイトルだったら、ね、はい、桐島くん消えましたよね。そうですね、いきなり消えましたよね、はい、そして今度はバレーボールから、はい、次何でしたっけ、バレーボール部の話から次はブラスバンド、ブラスバンドにですね、はい、はい、とか今度はあのソフトボールとかも ね入っていきますけど、はい、部活中心にですね、はい、描かれていましたけれども、はい、このあたりの展開ですね、はい、一回話がこう、はい、まあ、いわゆる飛ぶような感覚だったんですね、はい、うん、それも全部なんか自分でイメージとして描かれてたんですか、はい、僕自身がその青春小説とミステリーがものすごく好きで、だから青春小説なんだけど読んでいくうちにどんどん話が立体的になっていく、はい、ミステリー的な要素も加えられたらすごい自分が読みたいなと思っていたのですが、ただ自分が読みたいだったら自分で書いちゃえと思って考えましたね。で話が一回この桐島くんがいなくなるんですけど、はい、でもどこか何か存在がちらっとそうですね、はい、残っているんですよね、はい、うん、そしてこのね、このですねストーリー、はい、まあ、すごいこれ小説だなと思ったんですけど、はい、そこでなんか考えさせられる、あ、なんかそのページめくるたびに文を呼びながら私は自分で考えたんですよね、はい、あれ桐島くんどこ行ったんだろう、ああそれすごい嬉しいですね、はい、なので、はい、おそらくそこでなんか私は自分で会話してたんですよね、あ、うん、なんですよね、なんかそういうなんかいろんなですね読み方ってあると思うんですけど、はい、私はですねなんか自分で会話をしながら、はい、この浅井さんのこの本を読んでるという、はい、不思議な感覚になりました。 ありがとうございます。これ浅井さんの世界に入ってしまったかなという、うん、そんな印象はですねすごくありました、はい、うん、で本当にあの文章の中で、あ、それあったなとか、はい、うん、私はまあ随分もう何十年前ですけど、18歳こういうことあったなって、はい、たまたま私野球やってたんですよ。ああ、そうなんですか。はい、でサッカーとか球技大好き でバドミントンもちょっとやってまして、あ、結構やってますね、いろんなこと。そうなんです、そういうのをですねちょっと私事ですけどもやってたのですごいリンクしてきたんですよね。ああ、じゃあいい、よかったです、ありがとうございます。人間関係とか、はい、でこのですねあのいわゆる自分 の中にある、はい、自分のこの感情とか中にあるものを、はい、すごくいろんな人に入りながらですね、はい、表現されていましたけども、はい、そういったそのなんですかね、難しくないんですか、そのね、感情、いろんな人に入って感情を表現していく。そうですね、それも、うん、特にこうやっていっぱい登場人物がいる話を書いたからか、すごいいろんな人から聞かれるんですけど、はい、なんだろうな、なんか僕すごいネクラなんですけど本当はすごいネクラなんですけど、はい、そのダンスをするのも好きだし、そのイベントとかで MC とかをやるのも好きだし、はい、だから周りから見たらすごいお祭り好きだと思われてる面もあるし、すごい小説を書くっていう時点でもう家うちへっていう部分も自分の中にあるし、でも僕もバレーボールすごい大好きだったので、はい、そういうスポーツが好きな部分もあるし、うんうん、っていう自分の中にいろんな部分があるなっていうのは自分で思っていたので、うん、あんまり他人の中に入って書くっていうよりは自分のどこかを書く、どこかを書くっていう感じでしたね。そういうのもちゃんともう表現できるんですよね。多分結構自分を客観的に見てるんだと思います、多分。はい、そういった時は一人で考えるんですか。考える時は一人で考えますね。誰かにこう喋りながらね、あの例えばこう本書く方で、はい、こう喋ってるとこう浮かんでくるとかっていう方もいらっしゃいますけど、浅井さんの場合は、うん、考える時は一人が多いですね。で女の子の話の時は愛子さん聞いてみたいな感じでやってますね。へ、この中の登場人物、まあ、いわゆる本でいうと章立てになっていくんですかね、はいはい、今回出てきている、この章立て、菊池博彦くんから始まって、はい、最後また菊池くんで終わっていくんですけども、はいねはいはい、これももうちゃんとストーリーとして考えてらっしゃるんですか。そうですね、はいはい、うん、僕の中で菊池博彦っ
ていうキャラクターが一番誰にでも通じる悩みを持ってるんじゃないかなと思っていたので、だから彼に初めに語らせて最後にも語らせようと思いましたね、はい、うーん、菊池博君、そしてね、小泉風介君、はい、そうですね、沢島彩さん、はい、前田涼介君、涼也君、はい、涼也君、宮部美香さん、はい、はい、これですね、これ聞いてる人はですね、はい、もしこの本をね電車でなかなか何言ってんだろうってあるかもしれないんですけど、そうですね、はい、ちょっとここで私ね聞きたかったのが、はい、宮部美香さん、はい、はい、宮部美香さんが本名ですね、はい、はい、この方、この人、はい、この人ですね、が実はなんかそのね、ちょっと不幸なことがあったんですよね、そうですね、その中で、はい、うん、で実際の名前があのお母様が呼ぶ名前が違ったじゃないですか、はい、はい、そうですね、うん、はい、これはですびっくりしました、あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、はい、これちょっとストーリーちょっと簡単にお聞きしていいですか、はい、この宮部美香は、はい、お母さんとお父さんとお姉ちゃんがいたんですけど、うん、難しいなこれ我ながら難しいこれ、ね、すごいよく考えたなと思いました、お父さんが自分の本当のお父さん、お父さんですよね、そうですね、はい、で、はい、自分のお今のお母さんっていうのが、はい、そのお父さんの再婚相手なので自分とは血がつながってないお母さんなんですよね、はい、そうですね、はい、でお姉ちゃんは、うん、そのお母さんの実の娘なの で、 そうですよ、ね、自分とは血がつながってないわけですよね、はい、お姉ちゃんも、うんうんうん、それで自分はずっとそのお母さんがお母さんからあんま愛されてないんじゃないかなっていうのは薄々感づいてはいた、うんうん、でもそれに気づかないようにしてずっと毎日を過ごしていたんですけど、ある日その自分と血のつながったお父さんと、うん、自分とは血がつながってないお姉ちゃんが、うん、まあ、事故に遭って亡くなってしまってから、お母さんが自分のことを自分の名前で呼ばなくなってしまって、なぜならその自分の実の娘であるお姉ちゃんが死んだことが、うん、お母さんは受け入れることができなくて、うん、その実の娘ではない生き残ってしまったというか、生き残った方の娘に自分の実の娘の名前をつけてしまって、ずっとそうやってこうごまかしてっていうか、まあおかしくなってしまったんですよね、一言で言うと。あ、すごいぐちゃぐちゃになりましたね。いやいや、そうなんですよね、うん、で結局このね美香さんで私は読んでてなんだろうと思ったんですよ、はい、だってね、あ、そうですよね、いきなり宮部美香ですもんね、そうですね、うん、はい、何でしたっけ名前、香りって呼んじゃうんですよね、そうですね、香りさんね、香り、はい、香りですよね、うん、あ、なんで香りなんだろうって、あ、そっか、いきなりそうですね出しましたもんね名前、うん、はい、私は家に帰ったら香りになる、はい、そうですね、うん、あれ何って、うん、っでそこからね、そのお父さんとの事故のこととか、はい、そうですね、だん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 出てきて描写されてきて、はいはい、そうだったのかっていうのはまた展開に、ね、はい、なっていくって、うん、これがですね、あ、さすがだなっていうか、すごいこと書いてるなと思いました、 ありがとうございます、なんと言っていただけると、そういうのもこう浮かんでくるんですね、そうですね、そうですね、うん、特にこのままずっとあの学校が舞台だったので、家庭にまでちょっと舞台を広げたいってはあ、すんごい目大きくなりましたけど今天才ですよ、ね、いや全然ただの馬顔なんで僕は本当に、はい、ただの人馬豚なんで、はい、なんかね、そういう風にね、あの、はい、言いながらですね、こんな素晴らしい本書けるって、これがですね、私浅井さんの魅力じゃないかなと思います、久しぶりにこんな褒められてすごい嬉しいです、あ、そうですか、ありがとうございます、ね、いや、素晴らしいものは素晴らしいですからね、本当に現役の大学生でこんなね本を作る、うん、それが浮かんでくる、描写できる、表現できるっていう、で今12万部ってまだまだねこれが広がっていくと思うんですけども、なんか多くの人がですね、さっき私ちょっと言いましたけど、それぞれの、はい、この本って答えがないですよね、そうですね、これがこうなんだって答えないですよね、はい、それぞれ読んだ人が読んでみてその時の状況、はい、あとは当時17歳時を振り返って、いろん な、はい、なんか思い出とかいろんな感情、いろんな学びを得ることができる、そんな本だって私は思いました、ありがとうございます、はい、この本ですね、どんな人にこう一番読んでほしいなって何かありますか、こんな人に読んでほしいなとか、ね、はい、か、まあ、書いてる時からちょっとどの章が一番共感していただけるんだろうっていうのは考えていた部分もあったんですけど、実際本が出てから圧倒的に映画部の男子の
話に共感してくださる方がものすごく多かったんですけど、はい、僕も実際この本を書いてる時に映画部のこの話を書いてて、うん、中で一行ある一行を書いた時に、はい、あのサッカーの場面があるんですけど、 ありますね、はい、ですごいあのサッカーができなくてすごい肩身の狭い思いをするんですけど、はい、そういう場面を書いてる時にこのグラウンドが世界じゃないんだから、うんっていう一行があるんですけど、それを書いた時に自分で、うんうんうん、あこれが書きたかったのかもしれないっていうピンってその時に思ったんですけど、すごい今僕も高校時代にその小説を書いてるっていうことを周りに言ってなかったので、そうですか、そうですね、うんうん、だからあんま自分が好きなことを声を大にして好きだって言えない気持ちはすごいよくわかるので、そういう思いを抱いている人は多分今いっぱい、うんうんうん、いっぱいいると思うんですけど、はい、本当にそのね、高校の門をくぐってしまえば何が自分の武器になるかなんて本当変わってくるので、うん、今バカにされてたりとかして、うんうんうん、すごい、ね、あの大声で自分がこうなんだって言えない人も、うん、何をそんなところで悩んでるんだっていう風にちょっとでも思っていただけたら嬉しいなと思います。なんかちょっと今自分の中で迷ってるとか、そうですね、例えばね部活とかスポーツにしたらうまくできないとか、はい、かっこよくできないとか、はいはいはい、なんかそれちょっとなんか自分に対して自信持てないような人にこれ読んでほしい、はい、ですかね、そうですね、はい、最後にですね、はい、もうたくさんですねまだまだ聞きたいんですけど、はい、最後にですね、なんか今後考えてることとか、はい、このなんかもうあれですね12万部もね、出ますとなんか次なんかまたあれじゃないですか、お声かかってくるんじゃないですか。 ありがたいことに、とりあえず次は、はい、10月の、まあ、できれば5日刊行を目指している10月5日、はい、書き下ろしの話があるんですけど、はい、僕すごいスポーツものを読むのもすごい好きだったので、うん、いつかスポーツものをやりたいとは思っていたんですけど、うん、その2冊目でやらせていただくことになりまして、うん、はい、男子のチアリーディングチームの話を、男子のチアリーディングチーム、はい、の話を、はい、来ましたか、はい、それを10月刊行を目指して今頑張っている最中なので、はい、ぜひ覚えていただけると嬉しいです、はい、これはまあ楽しみですね、ぜひ読んでいただきたいですね、はい、男子のチアリー、実際に僕の大学にあるんですよね、チアのチームが、はい、で男子のチアっていうだけでもすごいびっくりするんですけど、そうですよね、うんうん、実力がもう前も大会を見に行かせてもらったんですけど、そこでまあ優勝してまして、うん、もう実力もものすごいので、うん、チアそのものの素晴らしさっていうのももちろん、はい、その本の中に頑張って込めたつもりなので、うん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 、皆さんにチアっていうものの、うん、チアっていう競技そのものの本当美学っていうかすごいいいんですよね、うん、あれ、そういうのも伝える、どんなとこはこういいんですか。僕すごいあの団体競技に美学を感じるタイプなんですけど、あ、そうですか、うん、チアっていうのはなんかそれが本当に凝縮されていて、はい、しかもあれって他のスポーツと違って他のチームと競うっていうよりは、うん、その人を応援するっていう姿勢が主役になるんですよね、はい、普通だったら例えば補欠とかにいて人を応援してるっていうのはまあ補足的っていうか、頑張る人がいて応援する、うん、で自分は補欠だっていう場面が多いと思うんですけど、チアの場合はその応援するっていう姿勢が主役になれるっていうか、うん、そのがものすごく美しくて、その大会自体も他のチームが演技をしているときに競う相手のはずなんですけど、うん、その別のチームまでもう一丸となって声を出して応援して盛り上げてっていうのがものすごく綺麗で、すごいいいなと思って、なんでやらなかったんだろうとか思うぐらいすごいいいですね、チア、うん、これも小説なんですか。そうですね、はい、これ楽しみですね、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひねこれを聞いてリスナーの皆さんもですね、10月5日予定ですね、予定です、予定ですね、はいはい、浅井さんの新刊も楽しみにしてみてください、はいはい、今回は集英社より出版されています霧島部活やめるってよの著者浅井亮さんにお話をお聞きしました。浅井さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。